アイドルグループ、関ジャニ∞の村上信五が、テレビ朝日サッカー中継のプレゼンターに就任することが10日、明らかになった。関ジャニ∞の村上信五イコールテレビ朝日提供趣味はフットサルという村上は、周囲も認めるサッカー好き。プレーするだけでなく、試合観戦にも熱心だという。今から胸がワクワクしております、と言い、矢部博之さん、カビラ J さん、セルジオ越後さん、松木安太郎さん、中山正史さん、中田浩二さん、そして、サッカーに対する並々ならぬ熱い魂を持ったテレビ朝日のスタッフの皆さんとサッカーの魅力をお届けできることが、楽しみでなりません、と興奮を隠さない。6月に開幕するワールドカップロシア大会については、今大会で見納めになるかもしれない選手。ボイレバ、世界中でニュースターの登場も大いに期待できる W 杯になると思ってます、と分析。かつては、スマップ、当時、の香取慎吾が、テレビ朝日サッカー日本代表応援団長を務め、スタジアムに応援に行けば負けなしと、不敗神話を持っていたが、ロシア W 杯をきっかけに、サッカーの魅力と楽しさを視聴者の皆さんが発見でき、W 杯が終わっても、サッカーという世界規模のスポーツに興味を持っていただけるよう、プレゼンターという役割を僕なりに務めさせていただきます、と力強く抱負を語った。村上は、プレゼンターの初仕事として、西野朗新監督の初陣となる、キリン茶。レンジカップ2018日本×ガーナ、30日19時チルダ、の中継に登場。W 杯本番では、現地入りした日本代表に加え、ポルトガル代表、ブラジル代表も取材し、グループステージの、ポルトガル×も、6月20日20時チルダ、ブラジル×コスタリカ、の22日20時チルダ、でも、その魅力を伝える。テレ朝では他にも、グループステージ、韓国×メキシコ、6月23日23時10分チルダ、グループステージ、日本×セネガル、同25日8:0。テロチルダ、グループステージ、デンマーク×フランス、同26日22時10分チルダ、に、ベスト16、準決勝、3位決定戦など注目カードを生中継する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。